おー皆さん元気してますかいわくでーす <laughs> です今日は視聴者の人からおすすめしてもらったドラッグ映画の「ウルフ・オブ・ウォール・ストリート」っていうことのやつを見たからそれについて話していこうと思うんだけど面白いねあれ <laughs> コメディーコメディの要素も結構入ってるしあとところどころほんとドラッグの教訓 をね、すもう出ててああまあこれいいなって思うで長いよね結構あれ確か3時間近くあったかなうんでディカプリオ多いねなんか多くないなんか俺バスケットボールなんとかだっけバスケットなんとかっていうドラッグ映画も勧めてもらってるんだけどそれ若い時のディカプリオだしあとピーチっていうそれも確かちょっとドラッグ関係してるやつって俺教えてもらったんだけどそれもディカプリオだよねてかディカプリオ人気だねって思っただってかっこいいもん もうキムタクみたいな感じ多多分分その多分日本のキムタクがもう海外で言うとディカプリオみたいなさもうすげえ人気だよねしかもやっぱ、うん、全然良かったし俳優ってすげえなってまた思ったよねそのドラッグ以外とかでもベッドシーンだったりとかなんか踊るシーンとかもあるんだけどもうそれとかも,もうフルでやったりとかやっぱすごいなって思う本当に。 すなんか結構濡ればもう際どいところとかもあるケツとかも全然見えてるしねそうディカプリオのケツそうだからもうトータル的にもうそういうのでもとてもいいものだったねで俺が一番初めにその見ててああこれ重要なところだなって思ったのがもうディカプリオね主人公は初めそのあこれどういう話かっていうと証券会社かなその、うん、証券マンとしてその成功していく ドラッグに溺れててくっていう話なのディカプリオ主人公のやつがねそれで初めディカプリオはドラッグもやんないっていうような真面目なやつだったんだよねいや俺はドラッグがいいよみたいなでは独立しようと思って引き入れた仲間がいるんだけどねでそいつがクラックをやってたんだよそうそれで「ちょっと来いよ来よ」つって「それでクラックっってちょっと強えよ」みたいな言われるわけ それでいや俺はいいよそういうのみたいな言っていや1回だけ1回だけっつって1回だけな1回だけなっつって吸った瞬間に「ああ」みたいな「やべえ」みたいになっちゃってハマっちゃうんだそうだから1発目がククラックはアウトだねうんだからシャブも打っちゃうとやっぱそうなるのもそうだしまあそれが何だろうなだから本当のボーダーラインみたいなのが俺結構前にも言ったことあるんだけどやっぱりクラックだったり その覚醒剤のポンプだよねうわーアウトだねだからしっかりそういうのを見極めてないとその踏み外すねうんそのしょっぱなクラックじゃなかったとしても、まあ、草から入ってさダメ絶対のさその一つのくくりでしか見てなかったとしたら草吸ったから、まあ、やってみようやってみようと思ってシャブ回ってやってみようって思ったらそこはアウトだからそう,そうすると全然もう崩しちゃう生活をね 可能性は全然高くなるからそのちゃんとや,やんないラインは決めた方がいいってい風にそれを見てやっぱり改めて感じたよねそうだから、うん、覚醒剤は絶対にもうあぶってるとかでももう言う人もいたらもう距離取るべきだし弾と革とは別物と思った方がいい。髪もやっても 玉もやって草もやるけど覚醒剤は本当にもう意味嫌った方がいいねあれは <laughs>、うん、全然飲み込まれるからね、うん、俺の後輩だってこれやめれますよ多分って言っててハマったから、うん、みんななんかそんな感じでコントロールできるって思ってて打っててもうそれがねえともう楽しくなくな,なくなっちゃうようになってでその時の自分じゃないからねもうやってる時ってもう考えとか思考回変えるとか性格がうん。 でもそうやって変わるのも初めなんかわかんないじゃんそうだからそういうやっぱボーダーラインしっかり持つの大事だなっていう風にやっぱ思ったのとあとオーバードーズする時ってこういう感じなんだなっていうシーンもあったなんかク,クエイルードっていうすごい強い鎮静薬があるんだけどねそれのめちゃめちゃその昔に販売禁止になったそのレアなやつがあるんだ確かレモンっていう名前だったかな そ,うそれを発見したみたいないうふうにその相棒のやつが持ってきてやるんだけど効かないわけで全然すげえ前のだからもう使用期限とか切れてんじゃんこれみたいな風になってもうバクバクやるんだよ2 <laughs> 二人でもう全然効かない全然効かないっつってそしたらその遅れてもう飛びがやってきちゃうわけでそのすげえ量食っちゃってんじゃん効かねえと思ってそ,うそれでもうぶっ倒れるわけディカプリオ。 <laughs> えーみたいなってでもハーとか「張ってくんだけどなんかああいう感じなんだな死ぬのっていうのも分かったで俺の知り合いでしゃぶやってるやつから、ま、前に話聞いた時にもやっぱりあのままやってたら死んでたと死んでた可能性はあるって言ってたのはもう打つ時に別に死んでもいいやって思うぐらいになっちゃうんだって気持ちいいから別に死んでもいいやみたいな。 そそそうそうそうだからもうそれがいっちゃうと決まんなくなってもっと快感を得たいっていうかためにすげえ高濃度のやつを作っちゃってそ打っちゃうんじゃないのもう死んでもいいやって思っちゃうぐらいだからね、うん、だからそんな風なまあもちろんそれだけじゃないと思うんだけどもう飛びを求めすぎるとそうそうそうだから死ぬしだから多分あれもまあリアルに作られてるんだと思うよそういうなんだろうなオーバードーズしちゃうような。 タイプタイプっていうかそのシーンとしてでも海外は多分リアルになんか作ってるって俺の中のイメージがあるからだからそういう面でもすごいいい勉強というか学びの機会になるしそのあとでなんかね車に乗って帰るんだけど <laughs> ああいう時人引くんだなっていうの分かるマジで、うん、だからすごい教訓はいろいろあったしあとまあトークだよね演説なんだそうセールスマンでそのまず顧客を口説くんだよねそれ とプラスその会社を立ち上げてみんなの前で要は鼓舞するんだよねそのディカプリオが行くぞみたいなその演説があるんだけどだから俺そのトークもドラッグなんだっていうそのテーマ大きなテーマはそこを感じたドラッグで失敗するっていうさまプラストークってドラッグなんだなってすごい魅了してるんだよねもうディカプリオのでしかもかっこいいんだ本当になんか説得するような、うん、だから 俺もなんかねいい影響を受けたななんかま,まだまだライブすんのは先だと思うんだけど歌うの以外にも喋りもあるじゃんライブって。だその時にこのマインドを持ってたとしたらもっといいそのライブにできるようなそう普通にしゃべるんじゃなくてもうこの,あの古舘一郎もまあそういう人じゃんそのあの公演でもう金取ってそれでショーみたいにやるぐらいの人の。 レベルでそのしラップ以外もその前からそれをやったとしたらセットを作ってから、ね、いいセットを作ってから曲をバーンって曲もドラッグだからさやった方が効果は高いじゃんそうドーパミンを初めから出してた方が音楽もよく聞こえるっていう研究も俺見たからさだからやっぱその考えがね持ってたのが超良かったかなってウルフ・オブ・ウォール・ストリートでだからなんか その普通にただ単にしゃべるんじゃなくてまあそのこれからそのやる前とかになったら海外ではすごいそのメジャーだからさそういうスピーチしてそのお金取ってなんかやるっていうショーみたいなやつだからそれとかも見てなんかいろいろ研究してなんか俺もそのさすげえんだろうないい言葉をっていうかそのスピーチをすごい鍛えていってやってくのはいい道だなっていうふうに思ったからめっちゃいいうん気づきがもらえたね。 でやっぱりあと、まあ、一番はそのこの映画で思ったのはやっぱ金が一番のドラッグだなってって言ってたよねディカプリオも始めらへんで一番のドラッグは金だってやっぱりね金はねもうド,ドーパミンすげえ出すんだと思う金稼ぐことででやっぱその俺一番ねなんか終わってる終わってるまでは言わないんだけどその金を使うこと以上にね 金を稼ぐことの方が楽しくなっちゃったらもうやばいななって思ううんかもう逆転しちゃってるじゃん使ってるのよりももう全然その数値としていくら稼げたいくら稼げたって風になっちゃうとなんかおかしくない金を稼ぐのが目的になっちゃってるじゃん普通にそれを使って幸せを得るというか豊かにするのが目的じゃんお金って手段であってそうだけどもうそれを使うことよりも稼ぐことに その自分の喜びを見出しちゃうとなんか性格的にちょっとうんま歪んでる気がするねうんだってもうそしたら何しててもあんま楽しくないぜっていう風にもう TikTok で金持ちになった人が言ってたなんかその人は何で金持ちなの株かななんか分かんねえけどで金持ちになってで失ったものっていう風になんか言っててね TikTok ででやっぱり喜,喜びはなくなったってさやっぱ前は そなんか買ったりとかさ豪華なところに住んだりとか旅行行ったりとかしたら喜びがすごいあったんだってだけどもう何でも買えちゃうんだってその人スポーツカー持ってるしでそのマンションっていうかその別荘とかもいっぱい持っててもう,もう買えるものは全部買えるわけよその人何も不自由なくねそうだから喜びを見いだすのが難しくなるんだと思うお金をもうすごい稼いじゃうとねだからこそなんか金を稼ぐっていうのを目的にすると 幸せににはは最終的なななれなくなる確率は高い違うところに置いていかないとねだからお金を持ちたいって思ってそこまで頑張る時はすごい多分モチベーション高いんだけどやっぱりそこに行っちゃうとなんかもう目的がなくなっちゃうじゃんだからドラッグにも走りやすいし女にも走る人いるでしょうそうで結局なんかそれは転落する あれにもななるるし今度売買ゲームでやりたくなるじゃん要は金稼ぐことが好きになったらそしたらリスクも取りやすくなるしその転げ落ちる可能性は高くなるよねで多分そこに対してもうフォーカスしてるとんだろうな豊かな人ではなくなるよねなんか一緒にいたいなって思う人になるのかなっていう感じはあるよねだから俺はねやっぱ金がなくて幸せに生きるって思うともう自分で見出していくしかないっていうの前にも言ったと思うんだけど だからそれが本当の豊かな人生なのかなっていうふうに思ってんのね裕福じゃないだから金を使わないで贅沢なものを感じれてるっていうことが俺の中で豊かな定義の一つだとしてねだから金を使って贅沢をそればするほどその力が失われてくると思うんだよやっぱり自分でどんだけ感じれるかだと思うんだよ幸せかどうかってねそうだから人と話してる別に豪華なね そのレストランでもない普通にただ単に道端で友達と喋ってるそこにものすごい楽しみを感じれるやつの方が豊かじゃないそう普通に話してていやこの話してる時間あったら株の取引やったら1,000万儲けれるとか思うやつ貧しくない貧しくないっすよやつそうだから金が目標になっちゃうとそうなっちゃうのは高くなっちゃうじゃないもちろん時間を無駄にしないっていうのはすごい大事だと思うんだけどなんかその全てに棒殺されるぐらい時間 をそのねなくすなっていうのなんか言葉で見たんだよねそれはすごい貧しいことだみたいななんか年配の人のなんか格言みたいなのではあったんだけどそうだからそういうま時間のゆとりもだよねうんだから気づけないとだからお金を稼ぐって風にすると時間も必然的に超切り詰めなきゃいけないよねうんだからあえてストップさせるのも大事なのかなって今なんか結構言われてるじゃん経済成長ガンガン 行くののはどうなのかって一旦ここでストップしてもうみんなでなんかそういう多分ゆとりだよねを持つのは大事なんじゃねえかっていうのにもなんかつながってったかなまあすごいだからなんか本当いろいろ気づきは多かったねだからこういうのをやっぱ金ない時に見とくのって大事なんだなって思った俺やっぱ金を初めから持っちゃうとさそれが価値観になるしアイデンティティになるじゃん特に若いうちからなんか持っちゃったらでもそれを あれなんだろベースに全部考えちゃうから絶対もう伝わんないよね俺と俺の豊かさなんて多分その人たちとはもう平行線で多分交わら,ん交わらないんだよ要はうんま金稼いでね別に生活できてるっていうのはステータスの大きな一つだからさそう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 だけどやっぱそれを持ってない時期っていうのはすごい大事なんだなって改めて感じた。 やっぱそういうい何もななくて貧乏な時あるじゃん俺みたいな今の状態。で長い時の方がやっぱりその豊かさについての価値観をがっちり固めれる。何が豊かなのかな。でその後でお金をもし持ってたとしてね俺が。でそしたらやっぱり 違う生き方になるよね初めにも金を持った時と今いろいろ学んできてさ豊かっていうのはこういうことなんだなってお金は大事だけど、まあ、それが目的になっちゃいけないんだなって思ってからやっぱお金を持ったとしてねそしたら贅沢をあえてしないのが豊かに生きるためなんだとかそういうのがやっぱあるわけねだからわざわざ金持ったからってでけえマンション住まねえとかさ時計もつけねえとか普段の自分をちゃんと キープすするのがすごい重要なんだ,ってそうだからそんな風なやっぱ考えは今持ててるからだからなんかこういう時期になんか下積みってさ意味ねえって風なことを、まあ、言う人もいるしまあそれも別に間違いではないと思うんだけどやっぱねこういうドラッグ映画見れば見るほどすげえ思うやっぱこういう金ねない時期にいろいろその人格っていうのかなっていう形成を しっかりしとく一番いい機会なんだなって思ってなんかね今のなんかこの境遇まあ全然幸せなんだけどさらになんか意味あるなって思えたからすごいいい映画を紹介してもらったねだからすごい気づきも多いしね今俺が言ってみたことはそのどうなんだろうって。 その実際自分に見てどう感じるかっていうその違いとかを見るのもいいと思うからまあネットフリックス入ってたらまあただで見れるから是非ねちょっとウルフ・オブ・ウォール・ストリートはちょっと見てほしいんでチェックして俺の感想とどんな風に違いがあるかっていうのをいろいろと見ていってください <laughs>。それまた次回お会いしましょう。